極端に安いネットショップは要注意。男爵さん、すっごい安いネットショップを見つけたんですよ。安すぎる。あと5分でセールが終わってしまいます。安すぎる。極端に安かったり、振込先が個人名義のネットショップにはご用心。クレジットカードの情報を盗まれたり、商品が届かなかったり。いや、まだ未練があんのかーい。極端に安いネットショップは要注意。